刮目せよ。皆さんアマゾン利用してますか？アマゾン密林利用してますよね。皆さんこれがね、フラストレーションパッケージで、これが、まあ、いわゆるアマゾンの普通のパッケージ、アマゾンブランドでございます。刮目せよ。アマゾンで自分のアカウント皆さん持ってますよね。で、今までいくら使ったかが分かってしまうんです。あのね、そういう Java アプレット、 JavaScript をちょっと書くと、まあ、集計が取れると。この JavaScript 一文ね、これを、自分の Amazon のアカウントにログインして注文履歴っていうところがあるんで、注文履歴のアドレスバーにぶち込んでください。どういうことかっていうと、やってみますね。今ここにぶち込むわけです。Google Chrome ご使用の方はアドレスを打ち込むと、先頭の JavaScript っていう単語が消えてしまうんで打ってください。私はこれ Chrome と Safari でしか確認してないんで、ちょっと Firefox とかその他わかんないです。で、これを入れて押す、ドン、するとこのように出てくるわけです。 Amazon いくら使った？で、集計期間がね、1年単位でできるわけです。じゃあ、ここ、オールにします。そうすると、ドン！はい。なんと2006年から私は Amazon を利用してると。そういうことらしいですね。でも、Amazon で、あんま高いもの買ってないんですよね。1万円を超えるものって、そもそもほとんど買ってないと思うんですよ。ゲーム機とかパソコンとか、汁物家電とか、そういう高いものって全部店舗とかで買うし、Amazon で1万円を超えるものっていうものがそもそも買っていないんで、私はこれそんな値段いくわけないじゃないかって。思ってました。でもですよ、そこが密林の恐ろしいところですね。先ほどやって、あまりのショックで、その後数時間何にお金使ったか考えたんですけど、全くわかりませんでした。いや、出ます。そろそろ出るんじゃないですか。ベア、先輩やばいですよ、来ました。なんとですよ、194,522円の買い物を Amazon でしました。これはびっくりした。100万って、私の体は Amazon でできてるんですよ。体は血しようみたいな。あーやば、Amazon バージョンってやつですよ。Amazon で、今まで使った、自分のアカウントで使った、総計が見られるという JavaScript の障害でした。バイバーイ。